江戸時代後期の七輪。左は漁師が多用した携帯コンロ。展示物内の燃料は多丼を模したものと思われる。江戸期の下町庶民は木炭よりも安価な多丼を常用した。江戸期の炭田原多丼は炭の粉末をふのりなどの決着剤と混ぜ団子状に成形し乾燥した燃料。冬の季語。木炭製造時には売り物にならない。 細かい欠片が大量発生する。さらに木炭を運搬する際には衝撃などで炭が砕け、炭俵や炭袋などの中には大量の炭の粉末が溜まる。これらはそのままでは燃焼させにくいので、練って丸く固めて成形させたものが多丼の始まりである。火力は弱いが、種火の状態でついた地中でも燃焼し続けるため、火鉢や小つ、煮物調理に向いていた。 また、一般家庭でも余った炭の粉を集めて、自家製の多ドを作っていた。江戸期には、塩原助が、木炭の粉に、粘着剤としての海藻を混ぜ固めた多ドを、発明し、商業的に、大成功した。成形用のつなぎとしてふのり角股などの海藻、ジャガイモの澱粉などを用い、場合によっては日持ちを良くするため土なども混ぜ、 大人の握り拳ほどの大きさに丸めて固め、乾燥させて仕上げる。また、データンを球状に成形して炭化させた製品もあった、ようだ。タドーンは高度成長期に石油ストーブやプロパンガスが普及する前まで一般家庭での暖房用や調理加熱用として、火鉢やこたつで日常的に利用されていた。昭和30年代頃までは全国に、 タドン製造工場があり、山林地域の産業として重要な役割を担っていた。寒冷地で日常よく使うものであったことから雪だるまの目に使うこともあった。タドンは雑草やトウモロコシの芯などから作った均一な品質でない木炭を効率的に長時間燃焼する燃料として利用できる。粘着剤は家畜の糞などでも代用可能なため、 現在は発展途上国への技術支援も行われている。高度で使用するタドンは上質の木炭の粉を小さな円筒型に固めたものであり、暖房用のタドンと大きく異なる。ありがとうございます。